マコナリです。パソコンは社会人なら誰もが仕事で使うものですよね。パソコンの生産性を上げれば仕事の効率は間違いなく上がります。人によって PC の使い方とか違うと思うんですけどね、会社の状況とか。でもこれだけはぜひね、見ている皆さんにやってほしいと思えるものを紹介します。以前話したことあるものも勝ってるんですけど、復習として学んでほしいです。私のチャンネルの動画をたくさん見たにもかかわらず、これから言うことをやっていない人がいるとしたら、私とは分かり合えないです。別にマコナリお前なんかと分かり合えなくてもいいよって思ったあなた、そんな寂しいこと言わないでください。ということで早速いきましょう。生産性の高いパソコンの使い方、その1、タイピングの速度を極めておくこと。これはめちゃくちゃシンプルです。このスシダというタイピングゲームのソフトがあります。オンラインで無料でできます。これの高級コース1万点以上を取ってください。これはね、国民の義務です。仕事でパソコンを使う社会人で1万点以上取れない人はやばいと思った方がいいです。リフティングが1回もできないプロサッカー選手みたいなもんです。もう基礎中の基礎ができてません。でもね、早ければいいっていう問題じゃないんですよ。ごちゃごちゃの打ち方じゃダメです。たまに数本の指だけで64章みたいなキーボードの打ち方する人いるんですけど、あれだとねダメなんですよ。ガリウドキーボードの打ち方をしているとミスタイプは増えるし、速度も速くなるのに限界がきます。もう明日からは間違った指でタイプしたらその指は吹き飛ぶと思ってやってほしいです。今の仕事ってチャットとかでのやり取りってどうしても多いじゃないですか。その時にやっぱりね、こうタイピングが遅い人ってレスが遅れるんですよね。コミュニケーションが遅くなっちゃう。複数人のチャットのコミュニケーションとかだと一人だけ置き去りにされます。私の経営している会社の取締役の CMO で辛坊ってものがいるんですけど、彼もともと8年前にインターン生としてうちの会社に入ったんですよね。で、最初入った時パソコン全然使えなくてタイピングが本当遅かったんですよね。で、私ともう一人すごい仲いいエンジニアがいて、そして彼はプログラミングを初めて学ぶって形でこの3人でコミュニケーションすること多かったんですけど、私とそのもう一人のエンジニアのタイピング速度が速すぎてダーって会話していくんですけど、その辛坊は一生懸命タイプして何か言おうとしてるんですけど、その何か言おうとしているこの入力中の間にどんどん会話が進んでいってしまうので会話に全く入れないっていうことが起きてたんですよね。で、彼はそれがすごい悔しくてタイピングめちゃくちゃ勉強して今はもう私よりも早いです。今の私のアシスタントとかもタイピング遅くてね、結構会話に入れないんですよね、チャットだと。だから毎回直接口頭でコミュニケーションするようにしています。まあそもそもね、チャットでの往復のコミュニケーションっていうのは避けた方がいいと思うんですけど、どうしてもテキストでのコミュニケーションって今の仕事だとあるじゃないですか。その時にタイピングが遅いと完全に出遅れますよ。生産性が落ちます。ホームポジションで寿司打1万点は絶対に達成しましょう。生産性の高い PC の使い方、その2、マウススピードは最速の設定にすること。これはね、やらない意味が本当にわからない。これも私にとっては生まれてこの方は風呂に一度も入ってないっていうぐらい意味わかんないですね。たまに人のパソコンを借りるとトラックパッドとかマウスを動かした時にノロノロこのカーソルが動いて本当に遅い人いるんですよ。そんなマウススピードだとカーソル動かしてる間に日が暮れますよ。このマウススピードはちょっと指を動かしただけでもう画面端から端まで動くぐらい敏感にしておいた方がいいです。最初にこの設定をした時はすぐ動いちゃってなんかじゃじゃ馬にね感じるかと思うんですけど、慣れたら何も感じたくなります。むしろその設定以外が遅すぎてイライラするようになります。これはね、今すぐできる設定なんでやってほしいです。生産性の高い PC の使い方、その3、電源を切らないこと。未だにね、パソコン毎回電源切る人いるんですよね。もう何年前の話してるんですか。今のパソコンは何か特別なことがない限りは電源を切らなくてもう全く大丈夫です。いろいろ立ち上げすぎてもう再起動した方が手っ取り早い時とかアップデートする時以外は電源切らなくて OK です。生産性の高い PC の使い方、その4、アプリケーションの切り替えはショートカットを使うこと。先ほどマウススピードは最速にしろって話をしたんですけど、でも実はですね、マウスとかこのトラックパッドっていうのは一切作業において触らない方がいいんですよ。さっきマウススピードを速くしろって言ってるのはもうどうしようもない時にちょっとでも時間を使わないようにするために言ったんです。本来は触ってはダメです。これなんでかっていうと、このキーボードのホームポジションからトラックパッドにこう移動するこの腕の時間、もしくはホームポジションからこのマウスに動かすこの移動の時間、これで日が暮れます。もうあなたは今後マウスとかトラックパッドを触ったら1回触るごとに寿命が1年縮むと思った方がいいです。もうそのぐらいの意識で極力触らないようにすべきです。その触らないようにするためのもっととも基本的な基礎中の基礎がアプリケーションの切り替えは Windows だったら Alt Tab、 Mac だったら Command Tab で切り替えることです。これはもう土台中の土台です。これもし私の部下でやってない人がいたら噛みつきます。間違ってもね、こうマウスカーソルを動かしてポチポチとアプリケーションの切り替えをやってはダメですよ。
生産性の高い PC の使い方、その5、ウィンドウ操作をマウスカーソルでやること。このアプリケーションのウィンドウの大きさありますよね。これをマウスを動かしてチネ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 調整したらいけませんよ。そのチネ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 ウィンドウ調整している間に季節変わります。仕事しているとたくさんのウィンドウが開いていくと思うんですけど、それらの大きさの調整は全てキーボードで操作すべきです。 Mac だったらマグネットのようなアプリ、 Windows もショートカットキーで Windows のサイズ調整ができるはずです。これを覚えてください。もうこれは数十分で覚えられることなんで、やってない意味が全く分かりません。生産性の高い PC の使い方、その6、カーソル移動はコントロールを使うこと。パソコンを使う人はみんな文章を打つという作業をしているはずです。その時にエディターだったりワードだったり Google Docs なんかで文字打ちますよね。その時にこのカーソルを動かすっていうことをやるはずなんですよ。でもまさかそのカーソルを動かす時にこのホームポジションを崩してここにある矢印キーを触ってませんよね。知りますよ。このホームポジションから矢印キーに指を動かす間に年号変わります。この矢印キーも一切触らない方がいいです。実は矢印触らなくてもカーソル移動できるんですよ。このホームポジションをほとんど崩さないようにコントロールキーと FBPN で上下左右に移動できます。もう一回言いますよ。コントロールと FBPN、 コントロールと FBPN、 コントロールと FBPN 覚えましたね。コントロール A やコントロール E で文の先頭や最後にも移動できます。このコントロールを使った操作は最初は慣れないんですけど、気合で覚えてください。多分完璧に慣れるまでに数週間はかかると思いますけど、一度覚えてしまうとこの矢印キーをわざわざホームポジションをぶっ壊してこの右手をジャーニーさせるよりもはるかに早くカーソル移動できるようになります。生産性の高い PC の使い方、その7、 Google 日本語入力を導入すること。もう Google 日本語入力はいいことしかないです。固有名詞を入力しやすい。間違って入力をすると正しい表記の候補を出してくれる。日付の入力がしやすい。数式の計算結果を提示してくれる。ショートカットキーが豊富。ひらがなに入力しても英単語やカタカナの候補を出してくれる。郵便番号のみで住所候補が出る。顔文字が豊富。もう黙ってね、 Google 日本語入力入れればいいんです。それ以上私から言うことはありません。あとこれは当たり前ですけど、辞書登録はちゃんとやってくださいね。わざわざポチポチ毎回定型文をキーボードで打つなんてことやめてくださいね。よく使う文章や単語は辞書登録しておきましょう。もちろん Google 日本語入力でもできます。生産性の高い PC の使い方、その8、コピー記録ツール。皆さんパソコンの作業でコピー&ペーストってやると思うんですけど、なぜかこのコピーって過去の一つしか保存できないんですよね。いろんなところからコピーして貼ったり、この作業を繰り返すときに2個前のコピーをもう1回貼りたいってことあるんですよ。でも1個しか保存できないと毎回戻ってコピーしないといけない。何回も何回もコピーやり直してる間に1つの文明終わります。このコピー記録ツール、 Mac ならクリッピー、 Windows ならクリバーというやつが使いやすいそうです。正確には Windows はデフォルトでコピー記録できるらしいんですけど、ちょっと使いにくいそうなんで、このアプリを使うのがおすすめです。生産性の高い PC の使い方、その9、これはちょっとね応用編なんですけど、マクロを使うことです。このマクロっていうのは私の中では2つ意味合いがあって、1つは、まあ、一番有名なこのマクロといって連想するやつ、 Excel のマクロですね。でもう1つはパソコン上での繰り返し動作を自動化してくれるツールというのが Mac にも Windows にもあって、そちらのことをマクロと私は言ってます。要は何が言いたいかというと、繰り返し作業するものは全部もう自動化しちゃいましょうよってことです。例えば皆さん Excel の作業で毎回このシートからコピーしてここに貼ってこういう計算式を打ち込んで出力するみたいなことを毎回毎回同じことを繰り返しやっちゃってませんか？あとは Excel じゃなくても複数のアプリケーションで同じ作業をずっと繰り返すっていう仕事ありませんか？もうそんな繰り返し作業を毎日やっていたら人類終わりますよ。例えば私の場合だったら動画編集のテロップを入れる作業、これねやったことある人わかると思うんですけど、めちゃくちゃ大変なんですよね。コツ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 やっていく繰り返し作業なんですよ。これをマクロレコーダーっていうツールを使って1回スタートするだけで全部テロップが入るようにしたりしました。ちょっと今は微調整したりしてるんで完全にねこのやり方でやってるわけじゃないんですけど、これまで数時間以上かかっていた仕事を数十分で終わるみたいなことはザラにあります。そんな奇跡を起こせる可能性がマクロにあるんです。私の運営しているスクールテックキャンプを卒業して、そこで覚えたプログラミングを活かして会社でマクロを使って Excel の作業を自動化して会社の中で表彰されたって人も私は知ってます。マクロはねちょっとハードル高くてすぐできることじゃないんですけど、もし繰り返し作業やってるって人がいれば、まず自分で調べて勉強してみてください。あなたの仕事の生産性をビッグバンさせる可能性があります。
生産性の高い PC の使い方、その10、デスクトップには何も保存しないこと。たまに人のパソコン見ると、もうデスクトップにもう虫が湧いてるように保存しまくる人いるんですよ。とりあえずファイルをもらったら何も考えずに全部デスクトップに保存していって、で毎回どこに保存したかなってもう探してる。もうそんな無駄な時間をやってる間に地球消えます。私と約束してほしいんですよ。デスクトップには何も置かないと。デスクトップはとりあえず置き場になりやすいんですけど、置いたらいけません。罠です。何でもつい置いちゃうと気づいたらカオスの状態になっちゃいます。デスクトップは何も置かないのが正しい使い方です。生産性の高い PC の使い方、その11、ダウンロードフォルダはこまめに空にすること。今仕事の中でたくさんファイルをダウンロードすること多いと思うんですよ。それを何でもかんでもダウンロードに入れて作業する人がいます。どうでもいい素材用の画像とかくだらない画像と重要書類のワードファイルとかエクセルファイルがごちゃ混ぜになってしまってます。そんなことをやってると間違ってファイルを消しちゃいますよ。これやると危険な理由は、間違って消すリスクが高いんですよ。使ってたファイルを間違って消してしまって、またダウンロードしてっていう、この無駄な作業を何回も繰り返していると、すいませんという展開で、毎回ちょっと大げさに言ってきたんですけど、一気にちょっと話の規模を大きくしすぎて、これ以上形容するものがなくなってしまいました。このあたりで勘弁してください。とにかくダウンロードフォルダは空にしてくださいね。生産性の高い PC の使い方、その11、全てをクラウドに保存すること。もう今の時代はローカルだけにデータを保存しておくのは、本当にこうセキュリティ上めちゃくちゃ大事な、そういう作業とかじゃない限りはやめた方がいいです。だってもしパソコン壊れたらそのファイルも消えるんですよ。あとはローカルで保存しているとデータを一元管理できないんで、情報漏洩のリスクも高まります。私は作業しているデータは全てクラウドに保存して全端末で同期しているから、パソコンに雷が落ちても何にも怖くないし困りません。基本パソコン上にあるファイルは全てオンラインストレージとかに保存すると、同期しておくというのをもう徹底しましょう。これはパソコンとは違うんですけど、未だにスマホの画像とか動画ファイルをパソコンに一回移して保存するみたいなことをやる人いますけど、 iCloud とか Dropbox のカメラアップロード、 Google フォトを使えば撮った写真とか動画は全て保存しておけますから、もうローカルに保存するのは終わりにしましょう。ただこれはもちろん言うまでもないですけど、会社で働いている方は自分個人のクラウドストレージとかに安易に会社の重要書類とかを保存したりしないようにはしてくださいね。ちゃんと会社の指示に従ってください。利便性よりもセキュリティの方が重要度は上なんで、うっかり情報漏洩なんてならないように気をつけましょう。生産性の高い PC の使い方、その13、パソコンを捨てること。これはね、最終奥義として話します。実は私散々今パソコンの話してきましたけど、今パソコン使ってないんですよ、ほとんど。でどうやってるかっていうと、 iPad Pro とマジックキーボードで全て作業しています。もう正直パソコンで使うよりも利便性が高いと思ってます。ただエンジニアさんとかね、デザイナーさんとか、あとは特殊な作業をする人、すごいスペックのいいパソコンがいる人にとっては iPad の仕事っていうのは不便が多いと思いますけど、私みたいにそんな専門的な仕事をしないような人であれば iPad の方が生産性高いです。ただタブレットで作業して本当に生産性が上がるかっていうのは、その人の仕事にすごいよると思います。ただ人によってはそっちの方が効率がいいこともあるよってことをお伝えしたくて入れました。ぜひ興味がある人は iPad Pro 買ってやってみてください。ではいくつかお知らせの後に最後に復習をしましょう。もしこれを見ている方でプログラミングに興味がある方は、ぜひテックキャンプに来てください。私は日本最大級のプログラミングスクール、テックキャンプを運営しています。未経験からプロのエンジニアに確実になりたい方、もしくは教養としてテクノロジーに強くなりたい方、無料カウンセリングでお待ちしています。あとはもしまだね、このチャンネルの登録をしない方がいれば、チャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。これからもあなたに役に立つ情報をどんどん配信していきます。では今日の話を復習していきましょう。今回は知らないとやばい、生産性の高い PC の使い方という話をしてきました。1つ目はタイピング速度を極めておくこと、寿司だやりましょう。2つ目はマウススピードを最速設定にしておくこと、今すぐやりましょう。3つ目は電源を切らないこと。4つ目はアプリケーションの切り替えはショートカットを使うこと。5つ目はウィンドウの大きさ調整をマウスでやらないこと。6つ目は文字を打つ時のカーソルの移動はコントロールキーを使って移動すること。7つ目は Google 日本語入力を導入すること。8つ目はコピー記録ツールを使うこと。9個目は応用編ですけど Mac を使うこと。10個目はデスクトップに何も保存しないこと。11個目はダウンロードフォルダはこの前に空にすること。12個目は全てクラウドに保存すること。そして最後13個目にパソコンを捨てて iPad で作業することという話をしました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこんなのも便利だよとか、いやいやまこさんそれは間違ってるよというのがあれば、コメントで優しく教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白かった、良かったなと、役に立ったと思ってくださった方は高評価コメントをしていただけると嬉しいです。もしくは Twitter なんかにこの動画良かったとシェアしていただけると非常に喜びます。これからもあなたの生産性を上げる人生仕事に役に立つ話を動画にしていきますので、よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。